どうも、なにわ商店会です。どうも、なにわ商店会です。オープン戦の、はい、関西3連戦の2日目ですね、はい、2日目。昨日はまあ、惜しくもというかまあ余裕で負けましたけど、6対1で、1で、まあ、今日はなんかね、あの我々もお世話になってる平瀬さんがそう3番指名打者でスタメンなんで、まあ、その辺期待したいです ね、まあ、あと引き続き、昨日もまあ若手は活躍してたんで、まあ、そこですね、注目は。まあまあ今日こそ勝てるように頑張って応援、まあ、応援できないですけど楽しんでいきましょう。じゃあレッツドラゴンズそんなあった？今年の藤浪は違うんじゃない？5年ぶり5回目の毎年言われるでしょ。5年ぶり5回目の5回連続よし、素晴らしい。うん、荒木ってファーストコーチャー。荒木はファーストにいると思う。荒木とかですね。走った。セーフや。オッケー。いいスタートでしたね今。3対0、見せ場なし、ヒット1本、1時プレーボール3時半で終了と、うん、何も今日に関してはほんまに収穫はなかったんじゃないですか、うん、なかったね、今日の時間。まあでも、あれか、うん、森投手、うん、橋本投手とかその辺が、うん、そうやね、しっかり失点やったっていうのはまあ良かったですけど、あと近藤選手の入れ替わりで、そうですね、左リリーフっていうのはね、はい、まあ、また明日京セラで、はい、懲りもせずに、はい、オリックス戦見に行くんで、そこでまた ね、はい、そうですね、気持ちいいぐらい買ってくれたらいいなって思います。じゃあクソして帰りましょうか昨日なんか言ってたしたバイバーイ、バーイ。ドラゴンズ、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 おい